初代ランダフフ子爵ヘンリー・マシューズは、イギリスの政治家、貴族、保守党所属の政治家であり、第二次ソウルズベリー公爵内閣において内務大臣を務めた。1895年にランダフフ子爵に助せられるが、子供がなかったため、爵位を継承させられなかった。1826年1月13日に、イギリス両政論の陪審判事ヘンリー・マシューズと、その妻、 エマの長男として、正論等で生まれる。1844年にパリ大学を卒業し、ついで1849年にロンドン大学を卒業した。1850年には、リンカーン放送院で学び、法廷弁護士資格を取得。1864年から1869年に、かけては、文章院総裁の秘書官を務める。 1868年には直線弁護士となる。1868年から1874年にかけてダンガーバン選挙区から選出されて保守党所属の庶民委員議員を務める。1886年から1895年にかけては東バーミンガム選挙区から選出されて庶民委員議員を務める。 1886年8月から1892年8月にかけて第二次ソウルズベリー公爵内閣の内務大臣を務める。就任早々マシューズは警察の信頼回復のための人心一心を起として陸軍少将サーチャールズ・ウォーレンを首都警察警視総監に据えた。しかしウォーレンは1887年にハイドパークで怒った失業者による仕事かパンデモを このエレン隊を動員して弾圧したため、民進はますます警察から遠いた。1888年に発生した切り裂き、ジャック事件をめぐっては、警視総監ウォーレンと副警視総監、犯罪捜査部長ジェームズ・モンローの対立が深まったため、マシューズは11月にもウォーレンの辞表を受理して、モンローを公認の警視総監としている。 また、同月、共犯者内視実行犯以外のもので、犯人につながる、情報、証拠をもたらした重犯者は、女王陛下のご慈悲により、内務大臣は特赦することを認めるとする特赦状を発したが、結局犯人は見つからなかった。内務大臣退任後の1895年8月5日に、連合王国貴族爵位ヘレフォードカウンティにおける、 ヘレフォードのランダフ死者区に除せられ、貴族院議員に列する。1913年4月3日に死去。子供はなく、彼の死と共にランダフ死者区位は消滅した。ありがとうございます。